実際に声を見てみて、うんうん、話をちょっとやってみようかなと思います、ね。音を見るってやつですね。音を見る。これ今光ってない？ OK。で、これをちょっと今からやるのは、クラドニ図形とか、その、サイマティクスっていう分野があるんですけども、うん、音にはなんか周波数があるみたいな、うん、あ、周波数じゃない、周波数には形があるみたいなことを言ってる、のを聞いたことがあるかもしれないですね。例えばこの本、この、ウォーターサウンドイメージっていう本がございまして、これはだから水ですね。水に周波数を当てて、で、どういう模様になるかみたいなやつですね。こういうの。これ 102.58Hz らしいんですけど、こういう感じの、102.58Hz を当てるとこういう模様が水に浮かび上がりますよみたいなことが書いてあって、周波数ごとに、なんか模様が違うんですよね。これが、まあ、こんな感じでわさーっとこうなんかこんな感じの、結構違うんですね。結構違う、全然違うんですよ。なんか、うーん、だから 160Hz っていうのがこの本にはまなんか一覧表みたいな感じで載ってるんですけども、全然違うんですよ。音色じゃねえ、見た目が、うんうんうん。で、もクラドニ図形ってやつがあるので、クラットニーさんっていう人が見つけたやつですね。だから科学館とかに行くと、なんか鉄板の上に砂が置いてあって、それで、なんか鉄板をこうなんか弦みたいなやつで、バイオリンの弦みたいなやつでギーって弾くと模様ができます。実験ができるやつが乗っかってるんですけど、こういうやつでクラドニ図形ってやつ、この一番左上のやつとかだったら、まあなんか周波数によって、こういう、これはね、鉄板の上に砂巻いてるんですよ、砂。砂を巻いていて、で、この白いところは砂が残ってるところですね。で、黒くなっちゃってるところは鉄板が見えてるってことは、そこが振動しているので、そこに乗っかってたら砂がすっ飛んでっちゃったっていうことですね。なるほど。うん、だから、この白いところは振動してないところです。で、そういう感じの模様がすげえいっぱい模様があってですね、だから音は目で見えるんですよ、マジで。てかこういう振動してるんですよ、こういう振動を。で、これ恐ろしいことに口から喋るたんびにこういう響きを出してるってことなんですよね。怖っ。これは例えばあいうえおっていう言葉が、言葉っていうか音が違ったら違うってことですか？うん、あ、違います。これは、ですね、単一の周波数です、これは。うん、単一の周波数のその模様なので、声とかっていうのは、うん、例えば同じ音で、この、こうやったら、あーって感じで、こうなんかラの音なんですけど、出すとしても、倍音がいっぱい入ってるので。なるほど。和音がつながってるので、いくつかの模様、いくつかじゃねえな、たくさんの模様がこうなんかわさっと集まって一つの模様みたいな、ね。あ、だから私は絵で見えたりするのかな。そういうことなんです。あ、絵を見て逆にその何ですかね、この大元の要素のその周波数のなんか形の集合体みたいなやつがこうなんかわさっとブレンドされると、その、絵になるみたいな感じ。なるほど。多分その絵の情報を周波数に落とすこともできる。だから絵を見て音楽が流れてくる人っていうのは、そういう感じでこのなんだろうな、まあ、変換してるんですよね、絵を。で、音、めっちゃわかる。なんだっけ、マンダラとかあるじゃないですか、マンダラ。はいはい。最近だとなんかマンダラとか糸掛けとかなんか結構流行ってますけども、その、マンダラを最初にこう書いた人って多分音を見てたんですよね、普通に。周波数とかを見て、ああこういう模様だと思ってそれ書いたんだと思うんですよ。だから何ですかね、一からこう思いついたっていうよりはなんかこう見て書き、感じて音の形を感じてそれをなんか書き写してみたらそれだったって感じ。
そういうのが結構、あるのが、まあ、このクラウドニーズ系ですね。これ調べると結構その実際に声を出しながら模様が変わっていく状態とか見えたりとかします。今から実験するのはですね、画面を変えます、切り替えます。これですね、今てかこの図を1個にしたらいいんじゃないですか。私は抜けて、よいしょ、ひとまずひとまずこのその画面、はい。でこれ今ですね、お皿に水が溜まってます。これ黒いお皿に水が溜まってるだけです。これちょくちょくちょく水ですね。でこの下にこの下にこの振動スピーカーといって、なんかブルブルブルってこうなんか壁に貼り付けると壁がスピーカーになりますみたいな振動スピーカー、わかります？骨伝導っぽいような、なんか机に置くと机がなんか響き出しますみたいな、そういう振動スピーカーっていうやつが最近は結構売ってるんですけども、それが裏返しにして置いてあります。裏返しにして置いて、でその上にお皿置いて貼っつけて、でそこに水を張ってるんですね。でここに周波数をかけます。そうすると模様になるわけですね。ちょっとやってみます、ね、今鳴ってます。今これ 396Hz ですね。こういう感じ、なんかちょっとひまわりっぽいですけどね、なんかね。こういう模様がですね、出てるんですね。もっとでかくする、で、これ周波数によって、この模様がすごい変わるんですよ。ちょっと離して。よいしょ。このぐらいがいいかな。これで周波数ちょっと変えてみます。音程が変わると、周波数が変わるんですね。あ、周波数じゃない、模様が変わるんですね。音が下がってくると、なんかこう思ってうわーって感じになって、もっと高くなってくると、こう精度が、この実験器具の精度が悪くて見えなくなっちゃう。これが、よくみんながよく言ってる528とか、528Hz はこれですね。これ528Hz なんですけど、これだけ見ても何だかよくわかんないみたいな。もうちょっと近づいてるね。あ、近すぎたわ。こんぐらいですかね。こういう感じになってて、もうちょっと下げてくると、なんか見え方がどんどん変わってきて、下がってくるとなんか見え方自体が変わってきますね。はい。まあ、みたいな感じですね。すごい面白い。これなんか無限に見られず、見てられるんですよね。面白いみたいな感じで。だから、実際その、これはね、サイマティクスって言います。音の可視化。音を見るためのその装置っていうか、これはなんかね、ソニーのホームページじゃないな、ソニーが出したやつだし、スピーカーの上になんかインクみたいなやつを乗っけて、これでインクが踊り出すんですよ。ドンドン。そのインクがなんかこう、わっさわっさ、なんか、ぷちゃぷちゃしながら踊り出したりとかするっていうのがあったりとかするにして、何これかっこいいみたいな感じなんですけど、そういうのとかもあったりとかしますね。音だから、音は
目で見えないだけで普通に振動しているっていうか形めっちゃあるので、声をバーってあーとか言うたんびにその模様がうわーってこう四方八方に広がっていってるんですよね。これでなんかよくあのなんすかあの水からの伝言とか言うじゃないですか、なんかうんありますね、うんうんうん、ありがとうってかけるとなんかどうのこうのみたいな話とか、うんうんうん、なんか結晶が綺麗になるみたいな話とかありますけども、うん、自分の発する響きが変わるとその声が変わったら何が変わるかっつったら振動数が変わるので、その細胞の中って完全水だから、うんうん、水めっちゃ入ってるんで水分、うん、だから、うんうん、その水の結晶構造っていうかその振動っていうか構造っていうかそういうのが変わるからなんか体調変わったりとかそういうの当たり前みたいな感じ、うんうんうん、なんですよね。で特にそのこれさっきのあのポーってやつ見てるとあれなんですけど、ある周波数、この、器だと百何十ヘルツぐらいまで落としてくるとあのビシャ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 ってなんかすごいこうなんか水が吹き飛ぶんですよ、こういうの共振現象って言うんですよ。その、その物体と、その中周波数がなんかあのうまく噛み合っちゃってわーってすごい揺れる、うん、多分そういうのが人間の体にもあってなんか響き周波数っていうのがあるんですよね。響きやすい周波数で、その響きやすい周波数っていうのがそのなんかあの意外にこう人生で変わるポイントだったりとかする、その物理じゃなくてその本当感情とかその生き方とか、 なんかそういう周波数のレベルでもなんかあの共振する場所みたいな、なんかね波動が合う人みたいな、だからこういうのが人だったりとかするんですよね。この人と波動が波長が合う、なんか馬が合うっていうんですか、この人と出会ってからすごいこうなんか人生がなんか変わったなぁそういえばみたいな感じのとかっていうのはなんかよくわかんないけど、そのちょっと理論的じゃなくてあれすいませんって感じなんだけど、あのそういうこう共振するなんか、周波数帯域だし、なんかこの人とはすごい合わないみたいな人っていうのは なんかそのなんすかね、周波数が響き合わない周波数ってやっぱあるんですよ。なんか遠いとかなんかただの汚い音になっちゃうみたいなやつとかもある。面白い。なんか場所もありますよね。場所がここ合うとか合わないとか、ここに行ったら人生変わるとか、多分そういうことなんでしょうね。あるある。だから神社とかに行くと、こうなんかのやっぱり合う神社となんかうーんってな感じのところとかもやっぱあるし、うんうんうん、神社がどんだけ住んでるか、なんですかね、こう。あるある。なんかあのこう邪念みたいな人がお参りでいっぱいお参りしに。お参りしてる人がすげえ多いところとか、あの何すかね、こう初詣のその中の初詣やばい初詣の午後とかそういうの中のすごい念みたいなやつがすげえ残ってます、ね、あれはだから4月かなりこうなんかのノイズみたいな感じになってかなり乱れてることが結構あるので、そうか、そう考えたらすごい納得できるな。私あの一回初詣の神社に行っちゃって、はい、で1週間ぐらい声が出なくなったことがあったんですよ。でしょうね。だからあそういうこう感覚がある人とかだとやばい、これ近づけないんだよ。あやばいと思って、なんか足一個なんか足右足だけちょっと入れて、あやばいなって思ってこう引いたんですけど、その後から喉の調子がおかしくなって、でだんだん声が出なくなって、結局本当1週間10日ぐらい声が出なくて本当に、はいはい、で筆談してました。そこにもだから影響強い人とか本当影響で出ますね、普通にね。結構そのなんか聞こえない音っていうかその響きとしてやっぱり残っている。でそこがやっぱりなんかの、だから場とかはすごい大事だと思っていて、大事大事大事、まあ本当物理的な場とかもそうだし、なんか場って別にあの場所だけじゃなくてその人とかが、グループとか
るから、グループとかって大体リーダーのその響きっていうか、あのしなんか、うん、がすごい影響強いんですよね、やっぱりね。うんうんうん、リーダーがどういう心持ちかみたいなと思うんで、なんですかね、居心地の良さが変わったりとかやっぱする。感じるところで。別にそれ、いい悪いじゃなくて。でもやっぱりなんかのちょっとこう、リーダーがなんか崩れてくると 場自体がこう崩れてきたりとか、認めて、認めて、気持ちがすごく強かったりとか、感じがすごく強い場だと、結構なんか、あ、ちょっとしんどいっすねみたいな感じになるのはやっぱありますね。だからそれは結局響きだったりとか、ハーモニーだったりとかありますね。面白い。